オーピースジャパン鈴木直子です。ご覧いただいた3年前の動画の続きの福島のその後の現状についてお話しします。私は福島第一原発から50キロ離れた。福島県いわき市で生まれ育ち四季折々の自然が楽しめて、海の幸山の幸兼業農家で自給自足に近い生活をして。 密接な地域の方々とのつながりの中で共に生きてきた幸せな生活でした原発事故で大きく人生が狂ってしまいました貧しい農村に豊かな原発マネーで誘致この看板に掲げられている標語は二葉町の少年が原発によって町が栄え希望を表した言葉です 看板は町の中心部に設置され、原発と共存してきた町原発は安全だと信じていた人々の象徴的な風景でした常磐炭鉱の閉山石炭から石油に資源の需要がシフト高度経済成長に乗り遅れ男たちが出稼ぎに行き生計を成り立たせていた東北電力では 水力発電を開発し電力供給は十分だったために関東圏の電力不足を補うために東京電力の発電所を計画2世帯に1人の雇用地元産業が豊かになり財政規模が原発誘致前の3倍過疎の町から脱却したい一方で原子力を基幹エネルギーにしようという利害が一致 皆さん驚きますが、福島県民は東北電力の電気を使っていて、東京電力は一切使っていません。関東の人たちのための電気を福島県で作り、送っていて事故に巻き込まれました。原発マネーのせいです。こちらが目次です。大きく分けて3つの項目についてお話しします。 廃炉作業とと被爆のの影響と国の対応について説明します。右の画像は私の被災者支援団体ポロロンから発行している冊子です2011年3月11日原発事故によって私たちの人生は大きく変わってしまいました目に見えない放射能が大量にばらまかれ 命の危機を感じ、避難を余儀なくされました。こちらの写真は、事故後、立屋が吹き飛んだ原発と、防護服に身を包んだ被爆を強いられている原発作業員と、除染した土を集め、保管する除染作業員です。高さ約120メートルの排気塔の鉱材が破断。1、2号機の排気塔に損傷があり、 遠隔操作による切断・解体が始まったが、クレーンの長さが4メートル足りなかったり、回転のこぎりにトラブルがあり、結局作業員3人が頭頂部まで行って燃料補給や点検を手作業で行う失態、またもや無用な被爆をさせた。切断完了まで1日の予定が1ヶ月かかった。 汚染水処理問題、アルプスの処理からトリチウム以外の各種が2万倍検出されています22兆ベクレルを30年間海へ流し続ける海洋放出の問題点は風評被害地元漁業への悪影響環境汚染問題ロンドン条約違反 22兆ベクレルを30年間も海洋放出計画事故前は2.2兆ベクレル10倍1 170日あたりトンが流れている日本政府や東京電力はこの汚染水を処理水やトリチウム水と呼ぶように年々呼び名を変えてきました。 海洋放出という言葉も間違いで正確には基準値以上の汚染水を流すので不法投棄海洋投棄ですチェルノブイリ法と日本の基準の比較こちらは日本とチェルノブイリの比較地図と汚染範囲の地図を重ねて可視化した地図です 年間被爆線量による日本の基準とチェルノブイリ法の違いも表にまとめました。日本が被爆の被害を過小評価しているかが明らかにわかります。こちらは福島県立医大による県民健康調査の甲状腺がんに関する集計データです。事故当時から、 18歳以下の子どもを対象に、2年に1度、甲状腺エコー検査を行っています。現在、217名が甲状腺癌になっていますが、被爆による影響を否定しています。福島県立以来以外での受診し、癌と診断された人、さらには福島県以外の人も含まれていません。 事故前は10万人に1人の割合であったため、およそ60倍の発症率は因果関係があるという学者や医師もいますが、過剰診療の影響だと言い張り、福島差別を助長するので、小児甲状腺がんはタブー視されていて、この問題はあまり世間に知られていないのです。受診率も2年ごとに減少しており、被爆を過小評価し、 原発事故の影響はなかったことにしたい日本のプロパガンダが成功した形になっています。私は娘たちには一生定期検診をさせるつもりです。データの蓄積が非常に重要になると考えているからです。国連のトゥンジャック特別報告者、有害廃棄物担当の指摘を無視。 2018年9月13日日本政府は全力で被爆労働者を守り ICRP の正当化原則に基づいて労働者を被爆させ続ける政策を見直すべきだと批判同じく10月25日被爆放射線量を事故前の年間1ミリシーベルト以下に戻す提案をドイツ政府が提言したのに改善が見られないと批判しました。 女性や子どもを帰還させていることを問題し2020年6月9日原発の処理水の海洋放出に関するいかなる決定も新型コロナウイルスの感染拡大が一段落するまで控えるよう求めました数々の指摘に対し全て反論し論点をすり替え日本政府はきちんと国民を守っていると主張し 反省もも改善もしていません。むしろ被爆の影響はないのだから福島は安全だと帰還政策を強引に推し進め住宅支援を打ち切り福島へ帰るように経済制裁ともいえる人権無視の避民政策で避難者たちを苦しめています。避難者者の中には自殺者もいます。 日本では10年目の今でも原子力緊急事態宣言発令中なのですこんなに危険なのに世界中の人々に嘘をついてオリンピックに誘致した日本は罪深いと思います廃炉作業中の事故や地震大国の日本でいつ制御不能になるかわからないので決して安全ではありません福島に帰りたいけど帰れない リスクがあるならこれ以上追加被爆はしたくないので自主避難継続中なんです。避難者の現状と子どもの問題避難した方の多くは慣れない土地での生活に馴染めず孤立しうつ症状になり夫と離れた二重生活により心が離れ離婚し生活が困窮し生きる希望がなくなり 自殺した方もいます被害者皆が同じ言葉を繰り返しています。原発事故さえなければというこの言葉に人生を狂わされて原発事故前に戻りたいという切実な思いが溢れています。ママが笑わないと子供も笑えない。避難した子供た子ちも 年齢や性格にもよるので一概には言えませんが福島から来たという差別や偏見がありいじめられ不登校になり PTSD を発症し心療内科に通院しているお子さんが増えています大人と同じで自殺してしまったお子さんもいます研究データで避難による PTSD の発症率が高いことが分かっています20歳以下の自殺率が、 全国で一になってししままいました私たちは未来ある子どもたちを守るためにも笑いながら暮らせる強さを身につけなければなりません東電刑事裁判2019年9月19日無罪判決津波の予測可能性なし司法は生きているのか東電の役員3人に。 全員無罪の判決がさまざまな津波対策の不備などの証拠があったにもかかわらず全員無罪の屈辱的な判決に皆が悲しみましたしかしあきれ果てても諦めない正義は勝つと信じて最高裁まで戦う覚悟ですと被害者の多くは決意を新たにしました。 在日本政府の要請により米軍兵士2万4,000人による大規模な被災地支援活動をしてくださいましたヘリコプターによる孤立した被災者の救助や揚陸艇による孤立した島への救援物資の輸送などの迅速で強力な活動に多くの日本国民が感謝しております その証しとして個人がワッペンを制作しアメリカ軍に寄贈しましたしかし福島県沖で放射線に被爆したという彼らは原発事故について正確な情報を知らされていなかったとして2012年12月に東京電力などに対して損害賠償を求めてアメリカ連邦地裁に裁判を起こしました 死者も9人。他にも様々な被爆症状を訴えているが、連邦裁判所が請求を却下しました。日本もアメリカも、原発事故による被害を隠蔽しようとしています。日本政府のせいで無用な被爆をしてしまった方々には、本当に申し訳ないという言葉では足りません。アメリカ兵士の被害者とともに、 この理不尽さに負けずに戦いましょうとお伝えしたいです。原発推進派は、核の平和利用や核の潜在的抑止力と原発の正当性を強調しています。しかし、ウラン最高での先住民への被爆労働を犠牲にして輸入し、原発を動かしています。誰かを犠牲にしてまで原発はいらないと私は思いますが、 日本では巨大な原子力村の利権がありレベル7の原発事故を起こしながらまだ再稼働したり原発を輸出したり事故被害などなかったかのような原発推進に怒りを覚えます。うん、戦争のための核開発が世界中で競うように行われ核実験による周辺諸国の風下の住民の被爆被害 1945年の広島・長崎の原爆投下により尊い命がたくさん奪われ、被爆による健康被害は75年経った今でも苦しめられています。2世・3世への被害も深刻で、被爆の連鎖は止まりません。そして2011年の原発事故で、制御不能で消防隊や自衛隊に抗線量の被爆を覚悟させ、 福島だけでなく広範囲に及ぶ被爆による健康被害避難を繰り返したことによるストレスでの震災関連死避難先での孤立による精神崩壊 DVPTSD 自殺など人々を不幸にしています困った時に国は助けてくれません数年経つと自己責任論を押し付けられ 抗戦量の残る福島へ帰還せよと強引な政策をとっていますすべては原発さえなければと私たち被害者は合言葉のように繰り返し嘆いていますすべてを原発事故前の普通の暮らしに戻してほしいと原発は人を不幸にするだから核はいらないのだと子どもたちに伝えていきたいと思います ご清聴ありがとうございました。